回のタイトルは、リップルがデリバティブ市場で注目を集める中、コミュニティ内では XRP が$1,896まで上昇するという予測が浮上です。ぜひ最後までお付き合いください。リップルが国際スワップデリバティブ協会 ISDA に加盟したという報道を受けて、 XRP コミュニティは興奮気味に盛り上がっています。この動きはリップルのデリバティブ市場への参入と XRP 価格への影響についての議論を引き起こしました。 XRP コミュニティ内で有名なインフルエンサーであるギグパースペクティブは、リップルのデリバティブ市場への関与が XRP にもたらす可能性についての熱意をツイッターで表明しました。同氏はツイートの中で、 XRP の価格が $1,896.23 という驚異的な値まで高騰する可能性があるという予測に注意を呼びかけました。この予測にはある程度の懐疑と懸念が伴います。 XRP コミュニティのもう一人のメンバーであるミスターマンは、この野心的な予測の背後にある計算を共有しました。しかし同氏は、投資家は情報開示を割り引いて受け止めるべきだと強調しています。同氏は XRP の現在の時価総額と、 XRP がデリバティブ市場の 10% を獲得できるという仮定に基づいて推定を行い、その計算では$1,000と推定されました。予測によると、 XRP が現在の時価総額でデリバティブ市場の 10% または$100を処理すると、XRP の価格は $1,896.23 に上昇する可能性があります。この計算では XRP の時価総額を$349億とみなしました。この数字は本稿執筆時点で$326億となっています。一般的な欠陥、 XRP コミュニティ内の批評家はすぐに計算の欠陥を指摘しました。 XRP マースバスターズ NFT のツイッターアカウントは、全てのデリバティブ取引が XRP の循環供給全体と同時に行われるという仮定に懸念を示し、投影の正確性に疑問を投げかけました。 XRP コミュニティの反応は様々です。 XRP の価格高騰の可能性について慎重ながらも楽観的な見方をするメンバーもいる一方で、資産価値に影響を与える可能性のある多くの変数を考慮する必要性を強調するメンバーもいます。市場のボラティリティ、規制の変更、他の暗号通貨との競争、およびデリバティブ市場の複雑さは全て XRP の将来の価格軌道を形成する上で重要な役割を果たします。 XRP コミュニティ内で興奮が高まる中、投資家は健全な懐疑心を持ってこのような予測に取り組むべきでしょう。 XRP が $1,896.23 に達するという予測は魅力的ですが、現実はもっと複雑なものです。暗号通貨の世界が発展するにつれて、リップルのデリバティブ市場への関与が XRP の価値に波及効果をもたらすことは間違いありません。しかし、変動の激しい暗号資産市場で正確な予測を行うことは、最も熱心なアナリストでさえ認める難題なのです。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。